まずはニコ生。ニコ生も OK です。ニコ生準備できました。それでは第2回第2回鉄拳セブン 3on3 大会を始めたいと思います。よろしくお願いします。さあやってみましょう。A チーム B チームの対戦と入場入場してます。あ、入場してる。 A チーム B チームの対戦となります。オーダー発表。はい、呼ばれた順番で、これ席に着くのはどっちでもいいのかな。 AB もらった。 A チーム B チーム B チームは B チームオーダー出してますか。して、その中で、すいません、そのチームの中でリーダー的な方前に出てきてください。一人事前に代表、代表者か、赤か青を決めるだけなんで。あ、場所、え、うん、ワンピーツ B 決めるだけなんで。いや、ワンピーじゃない、え、赤か青を決めるだけ。あ、赤か青だけ。あ、そっか、レッドライト関係ないですもん、ね、うん、あと他、うん、あと他ランダムだから。はい、A チームが赤、はい、A チーム赤陣営、はい、B チーム青陣営ですね。あとその他の 1P、2P は全てランダム、ステージもランダム。それではオーダー表の発表、そうですね、はい、わかりました、はい、オーダー表発表。 A チーム、先方タカさん、中堅コウキさん、大将ワナさん、その順番で座ってください。 B チームオーダー表発表。先方フミちゃんさん、中堅モッティさん、大将リャンシさん、そちらの順番でお願いします。さあこの作戦果たしてうまくいったのか。そうですね、どうなるか分かんないです。これどこの試合を追うかね。そうですね、僕個人の感じで。あ、いいですよ、ガチャさん個人的に。すいません、あのワナさんの試合見たいんで、あの3番テーブル、3番大将戦を移したいと思います。ワナさんもほとんど音ゲーゼじゃないですか。よろしいですか、準備できたら始めちゃってください。さあ 3on3 で、まずはデイリー、まずはデイリーボーナス、ボーナスラッシュ、ボーナスラッシュはい、あとすべて、ランダムですね。Get ready for the next battle. あのさ、テンパってぶん投げね、やめてくんないかな俺を止められるか。そうよし、ワナさんの、ワナさんの、そうですね、シャオユー見てみましょう。ラウンドワン、様子見から、頑張ろう、頑張ろう、水面から、ゆっくり、シュッシュッシュッ、さあ、顔がヒット、壁を追い込んで、裏取って、投げは抜けてない、ワンポイント当たったのは青大将のヤスさん。さあ、ヒルから浮かして、スクリュー、壁まで持っていく。さあ、追い詰めたのはショウユ。さあ、ワンパから、トリガーをガード、ダメは抜けていない、しかしレイジだ、足元からスクリューかな、コンボ決めて、おっと2ポイント取ったのは、ラスカイリアンスさん。ファイト、さあスクリューなんかな、画面逆になるんだね。あ、そういうこと。さあ、反対ゼロで、青コーナー大将リャンさん勝利です。ゲーム
さあ3対0で続いてさあ青中堅グラディオさん勝利ゲームオーバーということは、はい、ということはなんとこれがこれが超過試合になってしまう3対0で高さん勝利ですが2勝1敗青チーム B チームの勝利ですねおめでとうございます。これは A チームタカさんのみが勝ったってことですか。タカさん、タカさん 3-0 で勝ったんですけど一番寂しい、タカさん 3-0 で勝ったんですけど命さあこんな感じで進めてまいります。 C チーム D チームオーダー表を回収します。決着をつけるとするか。ただね、あのリーグ戦なんでね、まだね、チャンスがあるんで、全チームいっぱいすればまだまだね、そんな高さん気を落とさず、すいません、 D チームのオーラ表をお願いします。あれですよ、全チームがいっぱいすれば全然まだまだチャンスあるんで。C と D? C と D です。代表者じゃんけんしていただいて青コーナーか赤コーナーか決めてください。はい、代表者、代表者、はい、じゃんけんしてください。赤か青か決めるだけなんで。私は平八さんは、アギチーさんのコーナー D チームが赤コーナー、C チームが青コーナーですね。命を失うことになったとしても皆さん準備の方、あ、そうか、言わなきゃオーダーねそうですね、はい、C チームオーダー表発表。先方親父さん、中堅周さん、大将モンスターさん、こちらの順番になっております。対する D チーム、先方ゆういさん、中堅ゆうゆうここさん、大将あぎちーさんです。こちらの順番で、椅子の方着席お願いします。大丈夫ですかね。はい、本日の大会は18名ですね。はい、あの時たまあのリスナーさんに返答するので全然関係ない話するときあるんでご了承ください。さあデイリーボーナスが1人ですね。さあまずは今日のボーナス、お父さん今日のボーナス持ってきたってね、はい、獲得しました。さあさあさあガチャさん、どこの試合を追いたいですか。いやそれはもちろん、お、どこですか。ここじゃないですか。あ、アギスさんいるじゃないですか。3番テーブルですね、うん、さあこれはあらこれもろにこれ本命対決になってるんじゃないですか。そうですね、これ見てまいりましょうフォアラン対ロー、あーなんだ。あそこの青チーム仲いいですか。おっと、ホーミングで受け止める、距離回す、様子見て、さあ前を見てる、前蹴りの距離はちょっと難しいか、左アッパーから下段、あれガチさん、このファランはもしかすると、はい、このファランはもしかすると今、あれなんですか、もしかしたら全国一位かも知れない。あーおーすごいって言ってる間に前蹴りの距離は難しいか、ラオがスライディング、大きい攻め、どうする、投げをつける、おっと、バツローから相打ちの形、体力微妙にローが上か、浮かした、いや、ファランがレイジ、さあ前蹴りカウンターからのレイジ、確認したのか、早すぎるさあ1ポイント取ったのファラン使い、アギチーさん、 D チームが全員1本取ってますね。 D チームが全員1本、さあ足元からそうだな、スクリューダウン、ここ入らない、投げは抜けている
前蹴りが深いか浮かして壁が近いあのなんでこっち2人とも大物キャラなのKO Round 3. まあね、まあね、まあね。さあ、2ポイント練習したのがファン使いヤギチーさんですね。しかし、結構ロング硬いぞ。シャカバンから。うわ、しかし浮かせる。コンボ入らない。ノーハイから。前蹴り。しっかり拾って、割ったが。さあレジローハイからミドル3対0でアギチーさん勝利おということはこれはチームの勝敗が決まりましたね先方先方中堅で先方大将がはい取りましたね先方大将が D チーム取りましたねしかし中堅戦に注目していただきましょう中堅戦の方がギガースでとローですねお互い2本ずつ取ってるが第2かなさあ3対2で3対2で、青の中堅周さんの勝利しかし D チームが2ポイントというわけで D チームが先方大将が勝利しましたので D チーム対 C チームは D チームの勝利ですねさあそれでは次参りましょう E チーム対 F チーム E チーム対 F チームですねやってますねという流れでやっていきます配信の方は見えてますかねさすがファラン使いのアギチさんといった感じそれでは、E チーム F チーム代表者の方じゃんけんしていただいて、場所赤コーナーか青コーナーかどっちにしますかねチームじゃあ1チームはいじゃんけんしていただいてどっちがいいですか E チーム E チームが 赤コーナーで E チームが赤コーナーですね F チーム青コーナーでお願いしますそれではオーダー表発表 E チーム先方まさみちゃんさん中堅 A シャンさん大将まさおさんF チームオーダー表発表先方エリカさん中堅センタロウさん大将ユーゴロさんという流れですねさあ始めちゃってくださいどこ追いますかそうですね個人的にそのまさみちゃんさんさっき頑張ってくれていやでもさっきコメントの方で A ちゃんさんの方が応援来てましたのではい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 B かさあこちらの2番兄弟ですかの方見てまいりましょうさあ、次の対戦は A チーム対 C チームです次の対戦は A チーム対 C チームですオーダー表の作成をお願いします毎試合ごとにオーダー表を書いてもらいます結構面倒だと思うんですけどお願いします、ねはいはい、A チームも来ました早いですね、はい、C チームの方オーダー表の作成お願いしますねさあ中堅戦の A 社さん試合始まります A 社さんはラッキークロエ対するセンタロウさんはレオ裏を取ったか正面向くさあ立ち上がりから頑張ろう近距離はクロエかいやしかしレオが張り付ける浮かしてのクロエポンポン振ってスクリューダウンああ足元から KO1 ポイント取ったのはレオ使いセンタロウさんさあ開幕からコンボをガンガン打ち出していくが
うまくガードを。さあお互いに前を見て様子を伺っているが近づいてお互いに入らない。さあ入っている攻撃が若干ピチピチジャブジャブっていう感じですね。しっかり接近戦をものにするのは黒いですかね。あーなるほど。でも一発はレオありますからね。中継なのに打球強いです。いやでも鉄拳の場合全てが一発逆転があるんでどうなんですかね。セラーシキックで KO。 日本選手したのはレオスカイセンタロウさん。ちょっとエーシャーさん押されているか。応援もあったので頑張ってもらいたい。さあ今のところ取っている本数を見るとさあこちらの方はさあ先方でまずまさみちゃんさんが勝利。さあここで、中堅 A シャンさんが、お互い 1-1 ですね。ということはこの試合でこの試合の勝敗がこちらはユウゴロウさんとマラウディオさん先行からさあバリオスゲーおっとここでしっかり崩す意地の1ポイント。さあこれはチームの勝敗を決める戦いだ。起きげるから様子を見てかかるから壁が近いか奈落を使う使い屋の馬から壁に割っていく裏回りから使っあっとここでカウンター。おっとおっとかかと2回。さあ体力ゲージの方はミリミリだが生ので削りたい。デビルかビーム無敵ダックル2ポイント連取。さあ 2-2 のファイナルラウンド。さあ勝った方がチームの勝利となる。大事な一戦スカイエンドロボを各艦成攻略権。置き蹴りを当てて様子を見てからここでかかとスクリューからの壁っこ壁に近いがみんなガードして近距離を制するのはカズヤの前蹴りも結構長いぞ。スカイエンドロボをおっとコンボしきる叩きつけてグラディアレイジよそ見てレイジを圧倒。おっと入っているグラディオの指が入る。しかし体力が残り。さあお互い同等。おっとこれが曲がる足元3対2でユーゴロさん勝利ということは F チームの勝利ですね。いやいい試合だやばいまたセクシー斉藤がさあその次ですね A チーム対 C チームの代表者、場所赤陣営か青陣営の方のオーダー表を出すときすいませんけどチームの A なら A、C なら C とか書いてもらえるとありがたくない？分かってるからいいんですか？あ、そうですか。A チームと C チームの代表者の方場所決めじゃんけんの方お願いします。A チーム、C チーム A チームの人は？はい、じゃんけんしていただいて、していただいて C チームどっちですか？C チーム青陣営、A チームが赤陣営ですね。さあ、オーダー表の発表だ。 A チームオーダー表発表。 A チーム先方ワナさん中堅タカさん大将コウキさん。 C チームオーダー表先方モンスターさん中堅オヤジさん大将シュースさん。こちらの順番でお願いします。
これ終わったとこ、これ終わったやつ。さあ、気になる対戦の方はですね、さっきシャオユ見ましたからね、丁寧の丁寧頑張ってくれてるシュウさんの試合見てまいりましょう。シュウさん、シュウさん、このままで OK ですね。はい、カードの読み取り失敗しました。いや、大丈夫ですね。先ほどは大将同士が2人という熱い試合を 見せていただいた。ここは A チームか A チーム C チームどちらも1本取っておきたいところですね。あ、大丈夫、今日はそんなに A シャンさんの煽りは少ないですね。ただあれ、いつの間にかリスナーが45名もそんなにいるんですか。いつの間にか45名もいらっしゃってました。いらっしゃいませ。さあ先方の、あ、これからですね、先方中堅今スタートします。次の対戦は B チーム対 E チームです、うん、次の対戦は B チーム対 E チームです、各チームの代表の作成の方を、ね、お願いします。あれ、エラーが多分それでカードがカードがロック、カードロックされてる。カードなしですかね。あとちょっと手違いでシュウさんさんのカードが読み取れないって言うけど、まあノーカードでも全然問題はないですね。まあまあまあ、さあ対戦の方を見てまいりましょう。さあロー対ドラクエラ君ですね、こちらのローの方がシュウさんさんです。シュウさんですね。ラウンド1ファイト。さあステージはここですね、フォーミングからスタート、スライディングからガンガン動き回る。さあハイキックカウンターから、そうハイキックスクリューだから過去は入らない。スカカクは禁止か。さあ一気にレイジスライディング空飛び選択肢、一本取ったのはロースカイシュウさん。さあ浮かしたラウンド2。さあハイキックサマーからスクリューダウン、落としてバウンド、壁を壊す、床を壊す。さあディレイはダウンされる、うっかくしっかり決めてスクリューダウン、カクカも決めて、さあ2ポイント連取したのはロースカイシュウさん。もうこれ対照戦スムーズに2本取ってますね。さあ先方戦が終了しました。先鋒戦は赤陣営モンスター参加勝利ですね。先鋒戦はまず先鋒が勝った、先鋒が勝った、先鋒が、先鋒はワナさん勝った、ワナさんが勝利ですか。ワナさん負けた、モンスター3勝ち。さあスレディングから足元を見て浮かせる、格上げで走行見逃さない。3対0で青側の大将シュウさんさん勝利。ということはゲームオーバーですね。中堅戦は、赤陣営勝ったんですけど、先方大将の方が青チーム取ったということで2対1ですね。 A チーム対 C チームの方が、C チームの方が勝利ですね。次の試合が B チーム対 E チーム、 B チーム対 E チーム、オーダー表はできてますかね。大丈夫ですかね。 B チーム、 B チームです。 A、B の B です。 A、B の B チームと E チームですね。はい。はい、それとですね、やっぱり勝った
人は手を挙げてもらいたいですね。ああ確かにね、うん、わかんないんで。 A チームオーダー表ありがとうございます。 B チームのオーダー表はまだですかね。あ、今、あ、おっと、E チームからの催促がE チームからの催促が来ましたね。すいません。さあ、早くスレと煽りを食らって出した結果が、はい、そうですね、 B チーム対 E チーム、 B チームオーダー表発表。あ、違うや場所ですね。場所、ま、B チームが青陣営、じゃんけんした赤陣営が E チームですね、はい、それではオーダー表の発表です。 B チーム先鋒リャンジさん、中堅フミちゃんさん、大将モッティさん。 E チーム先鋒まさみちゃんさん、中堅マサオさん、大将エースシャンさん。さあこちらの順番でお願いいたします。組み合わせがまずかったようですよ。絶叫してましたよ。絶叫が出ました。 よっしゃーと入りましたけどあっとまさみちゃんさんは自信がないようだ多分相性悪いんじゃないですかね。さあそれでは試合の方に見てまいりましょうか。今回の試合の方はまさみちゃんさん対リャンジさんの方ですね。で追いかける試合の方はどちらの誰の。そうですね、先鋒戦の方になってます。ハランツカイまさみちゃんさん対ラスツカイ、リャンジさん、こちらの試合見てまいりましょう。さあコメント、難しいゲームだ。そうですね、まあ難しいですねまさしくなという。え、ここコメント、コメント、これ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 止められるステージは火山。もうオンラインでなかなか選ばれないですよね。あとから初手はどちらから、スプリングキック、カランが両背からハイキック、前蹴り、よそ見て水面、お互いここでカウンター。次の試合が D チーム対 F チーム、 ABCD の D チーム対 F チームとなります。D チーム対 D チーム対 F チームになりますので、両チームともオーダー表の作成をお願いします。足元から消える、アスカルロハイ、投げは抜ける、水面カウンターレイジ持っていくか。さあロハイ、ロハイ、バラとレイジは距離が離れる、ぶっ放しても大丈夫、投げは抜けて、大将戦が A シャンさんまず勝ちましたね。さあどういうことだったの、まさみちゃんさん、 A シャンさん勝って、おっとこの試合をまた続く今の E チームの中堅大将が2ポイント取ってしまったせっかく気合い入れてやってたのに決まったってってスクリューダウンからコンボ持っていく、パーフェクトで1本対決、気合いダメ返しだ、煽りまくってるさあ生ローからのサードのスクリューダウンから、はい、コンボ決めて起き上がり前切り、さあコンボ決めてスクリュー置き詰め重視、フラミンゴからのタクが怖い、ラスは、はい、投げるを抜けている、はい、お疲れ様です、和骨です。なかなかね、オスオスってこうコメントもそれなりにいただいてます。フライフィンガースクリュー、さあがっつり持っていく、踏みんでまだはレイジ、しかしスラッシュキックレニーパーに踏み返すなんと大会での大会での死体芸、煽り合戦、まさみちゃんが発揮をする
ただこれでまさみちゃん勝てばね、チーム全員勝ちを勝ち星取ったっていうね。そうですね、勝つの3対…おっと、フライングヒルで、スクリーンランから言った矢先にワンツーフィニッシュ3対2で言った矢先にやられた。青の先鋒、リャンクさん勝利ですね。しかし、E チーム中堅大賞を取っていますので、さあ、チームの中で B チーム対 E チームの方は E チーム2ポイントの勝利です。はい、オーダー来てます。ユイさんがいるチームだから D チーム、 D ですね。はい、次の試合が D チーム対 F チームですね。決着をつけるとするか。それでは、代表者の方は場所を決めじゃんけんお願いします。 D チーム対 F チーム、 D チーム対 F チームですね。貴様をここで終わらせる。ハンコメさん、一撃必殺隊、はい、D チームが、赤陣営、 D チームが赤陣営ですね。 F チームの方が青陣営、 F チームが青陣営ですね。あ、もう言う前に座っちゃったあ、もう決まってるからね。もう決まってますからね、うん、はい。まさかこの順番変えてまで勝とうなんていうチームいないでしょ、多分。いないですね。嘘ついてまで勝とうみたいなね。そうですね。さあ、ガチャさん、はい、どちらの方を追いますか。そうですね、今回、あ、でも、そうですね、先ほど熱い試合を見せていただいた、はい、ユーゴロさんの試合を、おっと、いいですかね。これユーゴロさんのファンですね、完全に。いやー、もうファンですね。おっと、対戦相手のユイさん、ギガス。おっと、しかも、フォームこれ2人とも一応一緒ってことになりますね。そうですね、ほんと青と緑それでは見てまいりましょう。 D チーム対 F チーム、こちらの方は中堅戦のユーゴロさん対ユイさん。さあ壁から逃がさないか、あ、そうだから一気に行きます。レイジだ、足元から足からしっかり置き蹴り決めて1ポイント取ったのは和也塚井優五郎さん。おっと、いろいろやばい。さあワンツーローから先行連携確認して、次の試合は B チーム対、あ、 A チームじゃないや、 B チーム対 C チーム、 B チーム対 C チームとなります。各チームオーダー表の作成をお願いします。今でちょうどあれですかね、大会全体の半分ぐらい来たのかな、そんな感じですね。順調かと思います。さあ試合の方はどうなってるでしょうか。置き蹴りからコンボを決めてスクリューダウン。さあ2ポイントを取っているのはユーゴロさん。おっと、ワンツローを打ってるか、耐え切った。キーガースのレイジはこれ決まってるで終わる。さあ1ポイント取る、それコードオブジョーカーの技ですね。さあスクリーダウンから、さあさあ、お、RA 行ったって、あ、レイジャーアーツ、おー、RA って言うんだどさあ、崩しからワンツロー。そうですね、やっぱりこう、緑の僕は負けないですね。はい、大将戦は青陣営ですね。さあ、聖剣好き、お互いに2本ずつ取って、ただこれは対象戦がすでに終わっている。さあパンチから投げは抜ける投げはさらに抜ける。エイシャンさん、このメイジアイスは入っている、強いんですか。うちのね、テイネキャッツのね、店長にそっくりですね見たい方はぜひテイネ、テイネキャッツ、そうですね、緑色に塗ろうかなと。これ対象戦終わって、さあこれ1-1ですね。
ゲームオーバー。大将戦勝った方どっちですか？勝った方。おっと、あ、向こうか。ここでアギジさんが敗れる。You lose。ボルセオエザジャラ。さあ、大将中堅が、青陣営取りましたね。勝った、勝った方は。青陣営の方が中堅大将を取りまして、先方戦が赤陣営ですね。ということは2勝1敗で D チーム対 F チームは F チームの方が勝利ですね。次の試合の方ですね。B チームと C チームですね。 B チームと C チーム、オーダー表で聞いてます。はい、はい、お願いします。はい、あ、もう出てる来てるんです。場所決めの方はお願いしますね。 B チームと C チーム場所決めできます？ B チーム代表者の方、 C チーム代表者の方、C チームが青陣営、 C チームが青陣営ですね。 B チームが赤陣営ですね。さあ、B チームの方が先方モッティさん、中堅リャンシさん、大将フミちゃんさん、 C チーム先方シュウさん、中堅モンスターさん、大将オヤジーさん、お願いします。試合の方はですね、Welcome to the King of Iron, Lars Alexanderson。 マチコミさん、初見ありがとうございます。い、今度店長見に行きたい、どんどん来ちゃってください。おっと、店長ファンスか。はい、店長見に来てください。さあさあ、B チーム対 C チームの試合ですね、これから始まります。さあ、どこ行くの？そうですね、対象戦、ふみちゃん3対親父さんはね、鉄拳タッグの時にね、うちの店の大会来てくれてね、あの、何でしたっけ、木人対決とかやったような。ああ、そうですね、懐かしいですね。はい、ありますね。さあ、親父さんがキング、ふみちゃんさん、アスカ。さあ、キング対アスカ。さあ、ちゃちゃっとやろうか。さあね、今40名のリスナーさんがいますからね。そんなに見てるんですか？はい、ありがとうございます。さあ、始まりましたよ。これ、アスカの剣がうまくこう、あ、剣勝ってますね。はい、キングに刺さって勝利みたいな。そんな、そんな鉄拳らしかなくおっと、おお、おお、いったわお。さあ、キング投げから、さあ、さらに投げ、おお、ある。ラウンド2ファイト。何も言えねえ。さあ、親父さん、まず一本ですよ。大丈夫です、僕も何も言えないんで。おお、うまい、今のはうまい。さあ、これは4割、5割。うわぁ、もう置き攻めからの、はい。大丈夫です、何もわからない。はい、大丈夫です、技名とかも全部わからなくてもなんとかいける。さあ、タックル、ショルダータックルかわされ、横移動でかわされ。店長見に行きたい。そう、八個目さんね、来てくださいよ。ぜひね、ギガースがいるんでね。こっちの、キャッツには。さあ、投げ抜けからの投げ抜け。さあ、そしてドロップキック、投げ抜けからの投げ抜け。さあ、2本目取ったのは親父さん。はい、実況頑張ります。はい、ありがとうございます。次の試合の方が D チーム対 E チーム、 A、B、C、D のバックドロップ D チーム対 E チームの試合となります。鬼殺し、
コンボからの、はい、おい、膝蹴り上げたけどいけない。さあ、はい、投げる系はい、おやじいさんが勝利、勝利。ゲームオーバー。さあ、おやじいさん勝ちましたが、先方はどっち勝ちました？シュウさん。あー、ってことは今のところ、青がおやじいさんのチームは 2-0 で勝ってるもんですね。さあ、モンスターさんミリだが、さあどうだ。さあ、フルネーム言おうと。やばいやばいやばい。あー、長パン、俺を止めることは。さあ、ゲームオーバー。リアンさんが勝って、これで青陣営だから B チームかな、違う、 C チームですね、2勝1敗で勝利となります。さあ、続きまして、どこ、どこ、次の試合が D チーム対 E チームですね。はい、 D チーム対 E チーム。D チームの方はメンバーもらってます。 E チームは、はい、いきましたね。それでは場所決めお願いします。 D チーム、 E チーム、はい、場所決めお願いします。 D チーム、 E チーム、さあ、 D チームが赤陣営、 E チームが、 E チームが青陣営ですね。44名のね、リスナーさんありがとうございます。今44名、 D チーム、 D チームの方が、先方ゆいさん、中堅ゆいゆいここさん、大将あげちいさん、E チームの方が、先方まさおさん、中堅 A シャンさん、大将もあさみちゃんさん。さあ、アギティさん、さっき土を取られましたが、さあ、試合の方はどこ見てまいりますかね。店員さんの独断と偏見で先鋒戦、ゆういさん対マスオさん。さあ、ギガス対クラディオ。すごい配色のギガースですね。そうっすね、緑色緑、そしてハリセンを持ったクラディオ。おっと、グラさんかっこいいっすねむしろなんか黒赤髪でも浮かした、どこの不良だっていう感じのマサオさんのクラディオ。アイアンマンカラーのギガース、あ、アイアンマンってこれ緑色のことですか？違え、アイアンマン赤ですよ。赤ですよ。普通のギガースじゃないですかこれ。さあさあ、まず1本取ったのはマサオさん。次の対戦カードは A チーム対 F チームです。A チーム対 F チームです。先ほど A チームの方から大代表をもらいました。F チームの方、大代表の作成お願いします。F チームの方、大代表の作戦をお願いします。さあね、これね、ギガースアーマーが赤かったのでは。あ、体の色が赤いのが確か初期カラーってことか。あ、じゃなくてアイアンマンのこと。アイアンマンのアーマーが赤かった。アイアンマンはアーマーが赤い。食べろよ。あー、いや、まあ赤ですよ。で、あの灰色と黒っぽいのがウォーマシンっていうアイアンマンのコンパチキャラみたいなやつがいますね。はぁ、あ、はぁ、あ、いや、まあアメコミ情報はいいとしてギガースでしょ。 KO ラウンド4ファイト。ね、なんかね、12日からね、吉光がね、解禁されるっていうんですけど。おっと、はい、吉光来た。ギガースのこのなんか、その配線っていうか、ニョロニョロみたいなのもそうだけど、吉光も
ね、蛇みたいな感じでこうニョロニョロってしてるんですよ。え、イカスのイカか、ヨシミツイカか、あれ後ろについてたのね。イカなんですか。イカ、そっかそっか、12日からね参戦決定らしいのでと言ってるところで、さあ大将戦が青陣営勝ちまして、中堅は赤ってことは、この試合が、全てを握っている。さあ2対2の同点、さあ果たしてどちらが勝つ。あ、マジですか、2-0 2-0。あー、じゃあもうこの時点で、はい、エーシャンさんと、まさみちゃんさんが、おー言ってる間にこうギガースが勝ちましたよ。ギガースが勝ちましたが、すでに中堅大将エーシャンさんとまさみちゃんさんが、勝っていましたので、2対1で E チームの勝利ですね。2-1